メリカでは病気や怪我をするとみんなが我慢しております。一部の富裕層しか病院に行くことができない、それがアメリカでの現状です。ところが日本に戻ってみると国民皆保険制度という素晴らしいものがあっても、日本は良さ、ありがとうございます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 、そして生活保護を受けている人もちゃんと医療サービスを受けられる。まずは9歳の娘はアトピーに見舞われ、そして時々お風呂に入る時も泣くことがあります。食の安全基準だからこそ私は母親として高めていきたいです。私はそれこそこういった時だからこそ日本の存在感を大いに示して、日本の食の安全基準よりももっと高い基準を日本がリーダーシップを取って上げていく。細野豪志民主党幹事長、この場所に参りました。皆様方にその政策の一端お話をさせていただきます。皆さんこんにちは。私は幹事長やっております細野豪志と申します。ぜひとも皆さんにですね、牧山ひろえさんお願いをしたい、そんな思いで今日はこの川崎までやってまいりました。暑い中わざわざですねこうしてお集まりをいただいた皆さん、また足を止めていただいた皆さんに心より本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。さて牧山さんですが、1期6年間大変よく頑張りました。国会の質問が40回以上ですか。そして常にですねお母さんの立場でさまざまな政策を訴えかけてきたのが牧山ひろえさんです。女性議員さんというのはもちろん何人かいるんですけれども、自分で子供を育ててキャリアを積んで政治家になる人というのはあまり多くないんですね。特殊な環境の人しか女性議員として活躍できない、これではダメですから、牧山さんのような人が6年間頑張ったという意味は本当に大きい。そしてですね、6年間頑張ったらあと6年間しっかり仕事をすることができるという、そういうですね環境をぜひ皆さんに作っていただきたいというふうに思うんです。先ほど本人が訴えかけました、子育ての環境というのはやっぱり自分で子育てをした人じゃないとなかなか分かりません。 TPP の交渉の時にですね、例えば遺伝子組み換え職員のような、まあ言うならばこの規制のレベルを下げるというようなことがないように、一番気持ちを込めて訴えかけをできるのが牧山ひろえさんのような人だと思います。ぜひ皆さんに彼女の良さを分かっていただいてご支援をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて民主党ですが、まず経済政策について一言申し上げたいと思います。株が上がりましたし、安倍総理の発信が非常にですね、これが、まあなんていうかこうパッとこういくもんだから経済良くなったという期待を持っておられる方々もですね、川崎の皆さんの中にはいらっしゃると思います。私どもはですね、経済成長というのを雇用とか所得とか人間という立場からもう一度検証していきたいと思っています。確かに私ども3年3ヶ月、政権をお預かりいたしましたけれども、あまり株は上がりませんでした。しかし私どもが政権を取った時はリーマンショックの直後でしたので、景気は最悪だったんです。失業率も高かったし、企業も本当に倒産寸前のところがたくさんあった。これはまずいということで、私どもがやったのが中小企業金融の面からバックアップをするという、こういう制度でございました。この制度が功を奏しまして、中小企業 この倒産件数というのは減少してきました。もちろんプラスの政策もやってきました。例えばですね、雇用の面で言うならば、一番サービスの提供を住民の皆さんが待っているのに、その仕事がなかなかですね埋まってこない業種があった。それが皆さん医療とか介護なんですよ。お気づきでしょうか、この横浜川崎のような大都市でも東京でもですね、それこそ大病院の救急病院には看護師さんやですねお医者さんがなかなか見つかないということがあった。さらには神奈川県内でもっとこの総務の方に行きますと、産婦人科や小児科は存在をしないというところまで出てきていました。そういうところの診療報酬を上げることによって、誰でもどこに住んでいても安心をして医療を受けられるようにした、これが民主党の考え方だった。詳しくは申し上げませんが、介護も同じなんですよ。介護のサービスを待っている人がたくさんいるのに、なかなかそれに仕事に入る人がいない、これなんでだろう。それは
介護報酬や診療報酬が引きすぎたからこの分野になかなか人が入ってこなかった。ここを変えてまいりました。これからもですね、私たちは雇用を増やしたいと思ってます。医療や介護の分野はさらに雇用をこれから増やしていかなければなりません。それだけではなくて、福島のあの事故がありましたから、再生可能エネルギーの分野で160万人ぐらいの雇用を生み出そうということで、私どもはさまざまな政策を準備をし実行してまいりました。この雇用の観点からですね、皆さんは安倍政権の経済政策をどう評価をするのか、そこをお考えをいただいた方がいいのではないかというふうに思います。私も安倍政権が経済成長して安心をして働くことができる環境が整う雇用政策をやってくれるのであれば、安倍政権を応援をしたいと思いますよ。しかし今朝もですね、ウェイクアップという番組で議論をしてきたんですが、そこは実は考え方が違うんです。例えばこれまで正社員だった人たちが限定正社員という形に切り下げられるかもしれない。限定正社員と正社員の違いは何でしょうか。2つあります。1つは給料が低いんです。もう1つは簡単に首切られるんです。私はこんなものを導入したらますます職場は分断をされるし、所得の低い人たちが発生をしてくると思いますよ。在外の人たちや安倍総理の周辺の人たちはこういうことを言ってます。雇用が流動化をしていいんだ、さらには多様な働き方をしていてそれがどんどん広がれば皆さんにとってもいいんだということを言ってますよ。私はね、こういう言葉、同じような言葉をかつて聞いたことがあるんですよ。小泉政権の時ですよ。小泉政権の時に派遣社員の範囲が広がった時も同じようなことを言ってたじゃないですか。結果として何が生じましたか。平均的な働く人たちの給料は下がったんです。派遣社員の人たちは給料200万300万でいくら頑張ったって給料上がらないし、医療や年金のサービスだって充実して受けることができない。こういう人たちを生み出したのは間違っていたんです。だからこそ安倍政権が同じ過ちを犯そうとするのであれば、それはおかしいという声を私どもはですね、しっかりと上げていきたいというふうに思っています。働く人たちの人件費というのは安倍総理にとってはコストなものかもしれないけれども、違いますよね。働く人たちには生活がある、人生がある、そして家族がいるんだから、そこから経済を考えていかなければ本末転倒になるということをぜひ皆さんに分かっていただいて、私どもに人を大事にする経済政策をやらせていただきたいと思うんです。この場所は10分間と言われておりますので、あと一つだけ申し上げてですね、終わりにしたいと思います。予算の使い方です。皆さん納めていただいている税金は一定だし、そして赤字で国債を出すことができる金額もどうしても上限があるんです。ならばどこに優先的に予算を使うかを考えなきゃならないんですよ。皆さん、私の民主党は多くの失敗をしました。確かに未熟な政党だった。しかし予算を何に重点的に使うかという方向性だけは、これは全く揺らがなかったし、方針は明確だった。一つは教育ですよ。教育にお金を使うことによって、子どもたちが、それこそ家が貧しかろうが、家が例えばですね、いろんな事情を抱えてお母さんと子供を2人で生活をしてようが、誰でも学ぶことができる権利があるんだから、ここにお金をかけたんです。だって皆さん、人生のスタートにおいてどこの家庭に生まれたかでですね、その後の人生は変わる。こんな悲しいことないじゃないですか。私はですね、安倍政権の予算、いろいろ言いたいことあるけれども、一つだけ恥ずかしいと思うことがある。それは今年のこの教育の予算を皆さん減額をしたんですよ。先進国の中で教育費を減額するなんて国がどこにありますか。皆さん、そしてその結果として何が起こったか、教育費を再び公共事業が上回ったんですよ。これだけこの国の経済が成熟化をして、少子高齢化をして、人を大事にする政治をやらなければならない時に、再び公共事業は息を吹き返して全国でばらまいている。これ皆さんどう思いますか。ちょっと私考えた方がいいと思うのは、そうやって将来の子供たちの財布に手を突っ込んで予算をばらまけば株なんて上がるに決まってるんですよ。しかしそんなもので人儲けをして子供たちの未来が犠牲になっているとすれば、これはですね、私たち大人がおかしいことはおかしいと言っていかなければならないのではないでしょうか。皆さん、私どもはですね、教育と
もう一つ社会保障です。子育ての環境を整えようじゃありませんか。また一生懸命働けば安心をして医療を受けることができる、安心して年金がもらえる、そういう社会保障制度改革を今私ともにですね、ぜひともやらせていただきたいんです。去年消費増税を皆さんにお願いしました。あれで私どもは党が割れましたし、選挙で惨敗をしました。しかしやらなければならなかった。なぜならこの国に充実した教育と社会保障の仕組みを作ることによって、子どもたちの未来に借金の山とコンクリートの山を残すようなことをしたくなかったから、これをやろうとしたんです。ところがですね、今の安倍政権になって社会保障制度改革は先送りをされています。おかしいんです。皆さん、私どもはですね、今度の選挙で政権を取り戻すことはできません。そこは我々も反省をして、もっともっと力を蓄えなければならないと思いますよ。しかし物を言うことはできるんですよ。安倍政権が社会保障制度の充実をやろうとしなければおかしい、しっかりやれということを言うことができる。教育にお金を使わなければしっかりやれということができる。この声を上げるにはどうしても皆さん数が必要なんだということを分かってもらいたいんです。この選挙区、それこそ4つ神奈川には議席があります。そのうちの1つは方向性は明確なんです。社会保障と教育、これを大事にする。そして子育てを一番中心に据える牧山博恵にぜひ皆さん力をお与えをいただいて、この声を国政で上げさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんご支援をいただけますようによろしくお願い申し上げます。ただいまお話をいただきましたのは元の郷市民主党幹事長でございました。私どもの候補者牧山博恵さんへのご投票をお願い申し上げまして、ご当地一角をお借りいたしましての街頭からお伝えさせていただきます。ありがとうございました。ました、ありがとうございました。